気象庁の職員で、まあ、一生に一回あるかないかといった大きな気象災害がいくつも経験したとそういった年になったと思うんですね86豪雨災害があった1993年をこう振り返る前田一郎さん当時は鹿児島地方気象台の予報課長として大雨などの情報を発表する立場でした

我々としては今回の場合はかなり早めに警報が発表できたと思っておりますあの警報と言いますと我々としてはめったに出すものではありません警報が出ているということは非常に異常な状態だということをまず認識していただきたいと思います1993年は大雨警報が他の都市と比べて4倍ほど多い22回発表されました めったに出さないはずの情報が繰り返される異常事態でしたが逆に慣れにつながり県民にうまく危機感が伝わらない側面もあったと振り返りますうんかなりですね、もどかしさはあったんですよね我々が気象台が一般の方まで情報を伝えるには特にマスコミなどが手入りだったんですけれどもなかなか我々の出した情報の意味合いをあまり理解していただけずに 我々の発表した情報が、えー、住民にしっかりと伝わっていればもう少し災害の様相も変わったかなという気持ちは今でもありますねこの時の経験はその後の前田さんの気象との関わり方を変えました。もし自分が直接マスコミの方まで出向いて というかそれらに移って気象台が発表した情報を今度は伝える立場紙み砕いて伝える立場になったらもう少し情報が一般の方に伝わるんじゃないかなとそういう気持ちがあってここ MBC に移ったわけですよね。ではよろしくお願いします。はい、86豪雨災害から3年後 気象情報をより分かりやすく県民に届けようとウェザーキャスターに転身、24年間にわたたり活躍しましま航海から東中海、まだ寒気の吹き出しの雲がありますし、奄美地方は気圧の谷の雲の影響を受けているという状況です86豪雨災害から30年、災害級の大雨が全国的に増えるなど、気象状況は大きく変わりました。 雨量基準ですね1時間に50ミリ以上が予想されたときに警報を出すとかなってたんですけどもね、ちょっと今考えると、そのぐらいの雨というのは、最近はもうしょっちゅう降っていますんで、やっぱり30年経ちますと、だいぶ気象が変わってきたかなと、そういういい気もしていますねそして気象状況の変化に伴って、気象に関する情報も大幅に増えています。 気象庁というところはです、ね、昔からなんか大きな災害があると、それに応えて、いろいろ変更したり、新しいことを始めるというのが例なんですけれども、ちょっと最近はその気象災害が多すぎるものですから、かえってて複雑になりすぎて気象に関する情報が増えた今、求められるのは、必要な情報を自分で選ぶことです。30年前と違って 現在はインターネットやアプリななどでで気象情報を手手軽にに入手できるようになりましたハザードマップを見て自分の身の回りの災害リスクや避難施設の位置、避難する際の経路などを普段から確認しておくこと、そして台風の接近や大雨が予想される場合は雨量予想や雨雲の動きなどを随時確認しキキクルなどを使って 斜面の近くなら土砂災害、川の近くなら浸水の危険度など自分の状況に合わせた情報を集めて避難行動に移すことが大切ですいくらその市町村や自治体などの対応を待っていてもこれは手遅れになるというのはまだ続くと思いますよね情報を待つのではなくて自分から積極的に集める必要がある今はそういうことができる時代だと